クールダイシャン水野です。今回テーマはこちらです。ゴム一つでできるハーフアップ6つをご紹介します。今回ロングのウィッグを使ったんですけど、ボブぐらいの長さがあれば大丈夫です。で、黒髪の方も十分可愛いです。ゴム一つで作るハーフアップといってもいろんなバリエーションがありますので、ご自分のファッションやイメージに合わせて選んでいただけると嬉しいです。それでは解説していきます。それではまずカジュアルなハーフアップをいきます。遅れ毛をお好みで残しまして、耳後ろから前の髪、この髪をまとめます。この髪を軽く後ろに、斜め後ろにねじりながら、後ろのこの辺りですね、この辺りで角度を下げたままくるりんぱします。この時に後ろの邪魔な髪はクリップなどで留めておくとやりやすいです。で、このまま角度を下げてくるりんぱします。髪が多い方はゴムはきつめに留めてください。で、くるりんぱ、毛束を通してぐっと引き上げます。で、これでお好みに応じてこのねじれのところをゴムのところを持ってほぐします。で、毛束はほぐすところとほぐさないところ、間隔を空けながらほぐすとより立体的になります。で、毛先はそのままでも大丈夫なんですけど、少しワンカールですね、こういう感じでワンカールをつけたり、このワンカールつけた髪に表面の髪を少し巻き足して、強めに巻き足して華やかさを足しても可愛いです。で、仕上げにヘアアクセをつけていきます。ヘアアクセはこのゴムの位置につけるとゴム隠しにもなるのでおすすめです。それでは一周ぐるっと回っていきます。正面もこのような感じになります。遅れ毛はお好みに応じて変えていただいて大丈夫です。続いてのハーフアップはこのくるりんぱした髪ですね。この髪をロープ編みという技法を使います。ロープ編みをするとこのくるりんぱの質感より少し可愛さが入るハーフアップになります。ロープ編みと聞くと少し難しそうなんですけど、毛束を2つに分けてこういった感じで交差するだけです。で、この角度が大切で、この斜め後ろの角度じゃないと上がると膨らんでしまったり、この横顔周りが丸くなったりしますので、この角度だけ注意してください。で、あとはあんまり早くに編みすぎるとそれも膨らみますので、その点を2つを注意してロープ編みしていきます。で、お好みに応じてこれをほぐします。ほぐしまして、で、逆側ですね、逆側も同じくロープ編みして、この真ん中でゴムで留めます。左右完成しましたら角度を下げたままゴム留めします。で、ロープ編みの特性上すごい緩まりやすいので、セルフでするときはこういったクリップで一緒に逆側をするときは押さえて逆側を作ってください。で、もうすぐにこういった感じで手で押さえながらゴム止めして、ロープ編みが極力緩まないようにしてください。で、ここはくるりんぱいらないです。もうゴムで留めただけでぐっと引き上げます。で、このゴムのとこですね、ここはヘアアクセなどで隠すとさらに可愛くなります。今回はヘアカフ、この金具がついたヘアアクセを使います。ゴムのところに差し込むだけで OK です。で、表面とかも少し後頭部に丸みが欲しい方は毛束を引き出してください。それでは一周ぐるっと回っていきます。このような感じになります。続いてのハーフアップは先ほどロープ編みしたこの髪ですね。この髪を三つ編みします。三つ編みしますので甘いであったりとかキュート、そういったイメージになります。これも重要なポイントと一緒で、角度ですね、斜め後ろにして編む位置は、三つ編みを始める位置は少し気持ち後ろ、耳後ろぐらい、ここら辺ですね、この辺から始めてください。もうこれ三つ編みです。なんですごい簡単だと思います。
三つ編みをしまして、で少しほぐした方が可愛いので少しだけきつめに編んでほぐします。このようにほぐします。で最後まで三つ編みした後はほぐしにくいので、作りながらですね、三つ編みしながらこのようにほぐしておくと簡単になります。でこれぐらいまでできましたら、逆も同じく三つ編みしまして、同じくこの位置ですね、少し角度を下げたこの位置でゴムで留めます。それではゴムで留めていきます。三つ編みはロープ編みよりかは緩みにくいんですけど、一応素早く手で押さえながらゴムを留めてください。同じく引き上げます。で少し甘めのハーフアップ三つ編みを使ってますので、リボン系のヘアアクセなどがおすすめです。こちらの可愛いヘアカフをつけます。ゴムのところに差し込むだけです。それでは一周回っていきます。少し甘めのハーフアップになります。続きましてもう一つ甘めのハーフアップをします。今回は先ほどより少し大きめに三つ編みします。表面の紙をこれ大体お好みでもいい、お好みでいいんですけれど、これぐらいですね、丸く取ります。丸く取りまして、後ろですね、角度を下げて後ろで三つ編みしていきます。この時も同じくクリップで留めておくとやりやすいです。角度を下げたまま三つ編みしていきます。こういった感じですね。でここも同じく途中まで編みましたらほぐしを入れておきます。そうするとやりやすいです。でこの後頭部のところも少しボリュームを出してください。で編みながらほぐします。である程度三つ編みしましたら、そうですね、これぐらいですね、少し毛先をこれぐらい残しましてゴムで留めます。で微調整しながらこの毛先ですね、毛先も少し巻いても可愛いです。でヘアアクセをつけるなら少し小さめのクリップかヘアカフを、ここですねが可愛いです。それではヘアアクセつけていきます。このリボンのヘアカフをつけます。基本的に三つ編みなんでこのアレンジ簡単なんですけど、ほぐしのバランス的にこういった感じですね、ちょっとこう下に向かってすぼんでいくようなシルエットにするといいです。この下の方がボリュームが出るとバランスが悪くなるので注意してください。それでは一周回っていきます。こういった感じのカジュアルなんですけど、少し三つ編みが、大きい三つ編みが入っているので甘めのハーフアップになります。続きましてお団子ハーフアップいきます。遅れ毛をお好みで残しまして、耳ぐらいですね、これも大体でいいんですけど、大体ざっくり耳の位置ぐらいで上下に分けます。でこの分けた上の髪ですね、これを後ろですね、この位置、角度を下げてこの位置ぐらいでお団子を作っていきます。この位置ぐらいで少しきつめにゴムを留めていきます。そしてある程度きつめに留めましたら、最後毛先まで抜かずに少しこのように小さめでお団子を作ります。で小さめに作る意味なんですけど、ルーズにほぐして大きくしますので、最初に大きく作ってしまうと全体シルエットが大きくなりますので、少しこれぐらい小さめでお団子を作ってください。
で、このゴムなんですけど、見えてもヘアアクセなどで隠してもいいんですけど、気になる場合は少しゴムを取りまして、細めの毛束を取ります。で、巻きつけまして、で、このゴムを通します。こうするとある程度隠れますので、もし気になる場合はこのように隠してください。それではお団子をほぐしていきます。お団子ほぐすときは表面ではなくて内側を少し引っ張ります。で、いろんな角度から引っ張るとラフ感が出ますので、いろんなところから一定方向だけじゃなくて、斜め上や下、真横などいろんな方向から引き出してください。で、この表面の髪もほぐしていきます。こういった感じで頭の丸みに沿ってまとめてますので、それに沿ってルーズにほぐすと可愛くなります。これをこうじゃなくて真上とか真横にするとシルエットが大きくなったりパサつきの原因になりますので注意してください。毛先は少しこれぐらいラフに巻いても可愛いです。で、ラフ感の出るポイントなんですけど、巻いた後すぐにこういった感じで指でほぐすと硬くならずに、こういうお団子スタイルと馴染みます。ヘアアクセはこちらのピンのヘアアクセを使います。で、このゴム隠しだったらこのここですね、ここにつけてもいいですし、このそのゴムの真横ら辺ですね、ここぐらいにつけても可愛いと思います。それでは一周回っていきます。正面ですね。で、横のシルエットになります。最後6つ目は一番フォーマル感の強いハーフアップをします。結婚式のお呼ばれやパーティーなどにぴったりだと思います。こんな感じで遅れ毛を同じく残しまして、耳上ぐらいから上下に分けます。で、この上の髪をハーフアップしていくんですけど、これをゴムで留めるだけでもハーフアップできるんですけど、華やかさが欲しいので今回はクルリンパを使います。で、この時に少しだけ真ん中の髪ですね、これぐらい残します。これをすることによって真ん中割れを直す必要がなくなりますので、角度を下げて真ん中の髪を残して、この位置でクルリンパします。ではクルリンパしていきます。上の髪も量が多い方が多いと思いますので、ゴムはきつめに留めてください。で、クルリンパの毛束を通す穴ですね、ここも最小限にします。あまり広げすぎると顔周り、鉢のところなどの広がりの原因になります。で、角度を下げてグッとします。これでも膨らんでしまった場合ですね、その時はここの髪は全て毛先につながっていますので、ゴムのところを持って順番に引っ張っていきます。そうするとシルエットがギュッと締まっていきますですね。で、真ん中の髪ですねを残してましたので、真ん中割れの心配もないです。これで少しルーズ感を出すために毛束をほぐしていきます。ほぐしは一緒ですね。間隔を空けながらほぐすことですね。あとは後頭部のところ、バランスが良くなるように少しほぐしてください。このアレンジも、このゴムのところをヘアアクセなどで隠すとバランスが取りやすいと思います。それでは一周回っていきます。こんな感じですね。まとめるところが多くて、ウエイトも下ですので、少しフォーマル感の強いハーフアップになります。ゴム一つでできるハーフアップ、以上の6つになります。お好みのハーフアップはありましたでしょうか。今回のようなシンプルなプロセスでできるヘアアレンジは崩れにくさにもつながりますので、ぜひ頑張ってみてチャレンジしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。